どうもこんにちは、今までですねキャンプ飯っていうのは70品目ぐらい作ってきましたが、今回はですね今までのキャンプ飯の中から簡単に作れるキャンプ飯、こちらを5種類とうまいと思ったキャンプ飯、それぞれランキング形式でご紹介しようと思います。まずは簡単に作れるベスト5から。第5位は熱々トマトチーズ。これね、なんて例えたらいいか分かんないんで、もう熱々トマトチーズっていう適当なネーミングなんですけども、まあ要はですねアヒージョみたいな感じかな。カマンベールチーズと、ミニトマト、これをですねオリーブオイルを入れたフライパンの中で熱して、食べると。ニンニクとクレイジーソルトで味付けするんですけれども、すごく簡単なんですがおつまみにちょうどいいキャンプ飯になってます。それではですね第4位いってみましょう。明太ポテチーズ、これはですねよく居酒屋とかで出てきたりするんですが、材料はですね明太子と、じゃがいもとチーズ、これだけなんですけども、じゃがいもとねチーズもすごく合いますし、チーズと明太子もすごく合うし、明太子とじゃがいもももちろん合うっていうね、このすごい味のトライアングルというんでしょうか。こちらもですね主食ではないですがおつまみとしてぴったりな料理で、なおかつ簡単だと思います。第3位は豚バラ肉味噌鍋。これはですね、まあ、単純に鍋なんですけども、このね材料としてネギともやしと豚肉、それだけでね、この鍋を作ったんですが、それでもね十分美味しかったです。まあ、鍋自体がですねもともと簡単な料理なので、キャンプ飯に迷ったらですね鍋っていう選択肢も、いいんじゃないかなと思います。続いては第2位です。焼肉丼&黄身、まあ、この&黄身っていうのはですね上に黄身を乗っけるっていうだけなんですけども、焼肉丼、まあね、牛バラとかを焼いて、ただご飯の上に乗っけるというだけのねシンプルな料理なんですけども、まあね味の想像がつきますよね。これがね美味しくないわけがないというものなんですけども、ご飯の上にですね、焼いた焼肉を乗せて、卵の黄身を乗っけると。でその上に焼肉のタレをつけて食べるんですけども、これをねこのね黄身を崩しながら食べるとですね、黄身と焼肉がまた合ってねすごく美味しいんですよ。これもねすごく簡単な料理です。そして簡単に作れる第1位、これね結構悩んだんですけども、焼き鳥、焼き鳥にしてみました。こうね鶏もも肉を買ってきて、自分で焼き鳥を作ってもいいんですけども、もともとスーパーで串に刺したものとかも売ってます。でこの串に刺したものとかをですね、この動画ではですね炙り屋で焼いてますけども、炭火で焼いたりするのもすごく美味しいです。で、もともとね串に刺してあるものであればもう本当焼くだけでできてしまうんで、これはねすごく美味しいし簡単です。味付けにはですね、山口県岩国市の名店って言ったらいいのかな、すごく有名な店でいろり山賊というお店があるんですが、そこが使ってる山だれというのを使ってみました。これがねまた美味しいんですごくおすすめです。次はですねうまいと思ったキャンプ飯のベスト5いってみましょう。第5位はですね生ハム盛りパスタと、これはですね材料もそんなに大したものは使ってないんですけども、エビのトマトクリームソースをまず作りまして、それをね、まあ、パスタの上にかけて生ハムと一緒にいただくというねすごくシンプルな料理なんですけども、これはね美味しかった。このソースがですね冷めても美味しいですし、まあ、生ハムもねやっぱりおつまみになりますよね。生ハムにですねソースをつけたりして食べても美味しいです。まあ、材料がシンプルな割にはねすごくおすすめな料理です。そして第4位はチーズハンバーグ。マスタードソースを作って食べたんですけども、このねマスタードソースがねめちゃめちゃ美味しいです。普通はねデミグラスソースを使うんですけども、デミグラスソースじゃなくてねこのマスタードソースもね一回作ってみる価値はあるんじゃないかなと思います。でチーズはですね、スライスチーズなんですが、ガスバーナーで炙っていただきます。ちょうどねそうするといい感じに焦げ目がついたり溶けたりとかしてとても美味しいです。これはね珍しく白ワインを飲んでるんですけども、白ワインともね結構合いますよ。第3位はアクアパッツァ。
これはですね、最近作った料理なんですけども、まあ、単純にですね、魚をちょっと焼いて白ワインと他の具材と一緒に煮込むというだけの料理で、まあね、見た目はなんかね、こう華やかな感じっていうか、あのおしゃれな感じがするんですけども、実際やってることはね、ただ煮込んでるだけなので、これもね、あのすごく簡単です。材料もですね、すごくシンプルで、魚とアサリとミニトマトとニンニクとアンチョビ、これぐらいあればでもできてしまいますんで、僕もね、実際料理が得意の方ではないんですけども、あまり料理が得意ではないという方もですね、簡単に作れてとても美味しい料理なのでおすすめです。さあ、続きましては第2位です。牛肉のタリアータ。これまたね、なんかちょっとおしゃれな名前なんですけども、やってることはね、これもめちゃめちゃ簡単です。いい感じのステーキを焼いて、まあ、ソースを作って、ベビールッコラとかのですね、野菜をまず皿に敷いてですね、ステーキを乗せて、チーズとソースをかけていただくという料理なんですけれども、これもね、すごくシンプルなんですが、美味しいです。バルサミコソースを作ったんですけども、バルサミコソースもね、バルサミコ酢をフライパンでちょっと酸味を飛ばしてですね、それと蜂蜜、それで混ぜたものをですね、ソースにするんですけども、ソースの作り方もすごく簡単ですし、とても美味しいです。まあ、どうしてもですね、ステーキなので、冷めやすいです。結構いいステーキを使うとですね、冷めても柔らかいまま美味しくいただけるので、まあ、できるだけですね、まあ、ミディアムレアとかそれぐらいで焼いた方がいいかと思います。そして第1位ですが、これもね、迷いに迷って豚しゃぶにしました。この豚しゃぶもですね、料理としてはすごく簡単で、まあ単純に沸騰しないぐらいのお湯の中でですね、豚肉を茹でて、あとはもうですね、サラダの上に乗せていただくというだけなんですけれども、まあサラダがなくてね、豚肉だけで食べても十分美味しいんじゃないかなと思います。タレはですね、自分で作るんですが、このタレもですね、醤油とかみりんとか砂糖、ニンニク、生姜、豆板醤とかを入れてですね、簡単に作れますんで、ぜひね、作っていただきたい料理ではあります。でですね、この料理の一番いいところは、このあったかいまんまね、しゃぶしゃぶを食べてもいいんですけれども、いわゆるですね、冷しゃぶ、冷たいしゃぶしゃぶも当然美味しいので、春夏秋冬問わずですね、冷めて食べても美味しいということで、この1位はですね、豚しゃぶにしてみました。ということで、今回はですね、簡単に作れるキャンプ飯ベスト5、これとうまいと思ったキャンプ飯ベスト5、こちらのですね、10品を紹介してみました。まあ、どの料理もですね、材料に関しては特別なものをそんなに使ってません。そんなに使ってませんし、料理が苦手だという方や、料理をこれからね、やってみたいという方にもね、とても簡単でですね、誰でも作れる料理という面も含めてですね、選んでみたので、ぜひですね、作ってみてください。それでは。